なあ、アリシア、なんでお前たちは団結しないんだ。主様、組織というのはね、リーダーが複数人いたらダメなんだよ。組織でもそうでしょ、ボスがいて、幹部がいてその下に行くごとに役職を作る、ピラミッド形式だね。ボスが複数いたら強いんじゃないのか。ゲームならね、でも現実ではダメ。理想はトップがいて、トップが決めた方針に従って幹部に役割を与え、そして下っ端が仕事をする、それで組織は成り立つんだよ。ボスが決めた明確な目的に向かって幹部や下っ端が動きやすいってことか。そう、主様たちの場合はボスが主様、幹部がメリアちゃんって明確に決まっていたから組織として成り立っている。ミガドルエデンも同じ、ビール様がいて、各エデンの最高責任者がいて、その下に幹部構成員の私たちがいる。防衛軍はこの組織の塊を6つ作ってある。だから6部隊とも方針目的が違うってことだな。そうだね。だから組織は同じでも拠点が違うんだろうね。でももしボスが3人いたとするとね。1つの組織で方針が3つ、効率が悪くなる。そう、ボス1人なら1つの組織丸々動かせるけど、ボスを3人置くと組織力は3等分、半減どころの話じゃないよね。それに加え、方針の違いで内装が起きたらもう大変。本来の目的に加えて同じ組織内で潰し合い、足の引っ張り合いが始まる。こうなると話にならない。でも今の帝国はこれよりもっとひどい。ボスがいるのに幹部がボスと同等のことをしている。これは最悪だよね。一つの組織で6等分、確かにひどい。しかも幹部がボスと同じ仕事をしたら幹部の仕事をする人がいなくなる。それもそうだし、聞いた話、綺麗な6等分じゃなくて下っ端たちも自分の好きな方針を持つボスの配下に入ってるから勢力バランスも悪い。例えばアリシアの方針とロートの方針が正解だったとしても下っ端がそれを良しとしなければせっかく正しい方針を提示しているのに全く進まない。現状がこれだよね。つまり下っ端にも選択の権利を与えてしまっている状況も悪いと。そうだね。だって偏るもん。主様の身近で例えるなら、仲のいい子同士で制限なしで班を組んで、って状態かな。うわ、それ最悪、絶対に偏るじゃん。そして人が集まれば力も強く、発言力も増す。そうすれば少数派はやりにくくなる。内部崩壊どころの話じゃないよこれは。でもなんでそんなことが起きるんだよ。全員がボスと同等に優秀だからだろうね。あとはもともとのボス役の発言力が弱くて下克上が起きちゃったパターン。フィクションでも聞くでしょ。無能な王の代わりに側近の大臣が国を支配していたってやつ。この国は強すぎた。でもその王代理がその国を支えるには弱すぎた。それだけの話だよ。見える。わかったよ。それ以上言わなくて。わかっています。私では役不足だったと。アリシアは頑張ったよ。俺やメリアの代わりにこの国を支えてくれたんだから。そうだね。主様の責任だね。さっき説明したボス3人と幹部3人、これの正体はボスの皮をかぶった幹部3人。つまり幹部6人による組織分裂、まとまるわけがない。だって同等の地位だから、そして6人ともがが強くて、我こそはとボスを志願する者、そりゃ分裂するよ。主様、あなたには慰める権利はない。だってあなたの責任だから、これは主様自身がどうにかしないともう誰もどうしようもできないよ。だから厳しい戦いになる。私は心身の怪我をいくらでも癒してあげる。寂しいなら私の体で欲求を満たすのも私は拒まないよ。何も喋れなかった。あまりにも耳の痛い現実。ミエルは厳しい現実を教えてくれた上で寄り添うと言ってくれた。おそらくそれがミエルの戦う意志なのだろう。今回の件はそれだけ難しい。昔の俺みたいに力でどうにもできない以上、俺は全員を力以外で納得させるしか方法はない。パト様、次の現場は明日にいたしましょう。情報をまとめる時間や休息も必要ですしね。何かご用があれば私は扉の外にいますので、いつでもお声をおかけください。うわぁ、すっぽく跳ねる。ずっと七布団で硬かったから嬉しい。最悪すげえなこいつ。俺も見習わないと思う。それでどうするの？正直、主様のできることってすごく少ないよ。今契約しているミガドルエデンメンバーも私とエテルちゃんとステア様くらいなら役に立つけど。主様がエテルちゃん抱っこしてタナトスハンド振り回したら最強だよ。確かに、でもなんか絵面的に幼女盾にしてる最低野郎だからやだ。いいじゃん、エテルちゃんダメージ受けないし、風格もないんだから。慈悲の天使なのに道徳霊かよ。あれ、どこ行くの？お風呂だ。昨日入ってなかったし、少しまとめたらすぐ寝るよ。明日も悲惨な戦場だしな。ああ、じゃあ私も入ろっと。別れて入ったらアリシアも二度手間だしね。どうしましたか、パト様。お風呂入りたいんだけど。そうですか。でしたら、現在使われていない大浴場に案内します。さすがに女神と同じお風呂だとパト様も心休まらないですよね。ああ、この子は本当にいい子だ。メリアとかソフィアは容赦なく一緒に入ろうとしてくるのに。それじゃあ出たらそのまま自分で部屋に戻るから、主様は
てもすごいよな。どこもかしこも豪華だ。素材も超硬質で吸収性が最も優れている素材を使用してますので、耐久面も込みでこの建物は拠点としても優秀なんですよ。エラーによく狙われなかったよな。ラルが頑張ってくれたのです。コーティングのようなものをこの城全体に付与してくれたおかげで無事なんですよ。やっぱり優秀なんだな。態度悪いけど。帝王様、ご機嫌うるわしゅうございます。誰が？紹介します。この方は政治部隊副総長、ノルン、ノーネームです。よっすよっす、よろしくね、主。すんすん、やっぱり素敵。この唯一無二の独特な存在を表す匂い。これは耐性がない子には猛毒。存在が誘惑と魅惑の芳醇な果実。ちょっと味見。ペロッと。何やってるんだ、首を舐め。アンが欲しいならいつでも読んで、もう味と匂いを完全に覚えたから、一秒もかからずに行くよ。私は、願いの女神、どんな願いも叶える、叶え支配、お持ち超珍しい女神、激レアだよ。じゃあその力でこの状況をどうにかしたらいいじゃないか。そう思うよね。だから私も提案してるんだけどね。今この国にいる神半分の命を見えにすればすぐに解決する。って、強い願いにはそれなりの対価が必要になる。さっさと決断しないから5500体の犠牲で済んだ事件も今は1万体の犠牲が出た。残り1000体、結果論と言われたら何も言えないけど、けど結果的に見れば私の案が最善だった。犠牲ありきの案が最善なんてありえません。ノルン、あなたの考えではいずれ国民全員の命が犠牲になる。神として許容できない。じゃあ今出た犠牲は？私の案を否定するのは問題ない。だけどあなたたちの案のせいで1万もの優秀な神は消滅した。その消滅はほぼ無意味。無意味な消滅ほど非人道的なことはない。私はそう思うけどね。まあいいや、どうせ否定されるし、必要になったら読んでよ。考えが変わったら協力するからさ。行きましょう。彼女はあの通り、ずっとあの場に立っています。解決策を持っているからこそ、彼女は無意味に動こうとはしません。邪魔にならないし、邪魔もしないなら今は別にいいか。正直ノルンの能力以上の確実な案がないから説得も無理だしな。出る前かよ。ロートは意見の一致もあって協力的。アリシアも俺の言うことは聞いてくれるし、チームワークは組織を使う上で当然大事。この二人は問題ない。ノルンはくせ者だけど後回しでいいだろう。ソルテとラルも一度実際にやっているからなんとなくキャラ性はわかる。問題はまだ顔を合わせていない暴君、トール、聞く限り脳筋ゴリ押し系の話を聞かないタイプだと思ってる。こいつがもし話が通用しないタイプだとすれば実力で黙らせて言うことを聞かせる必要がある。となればアリシアだな。アリシアとトールを戦わせる。アリシアがどういうかわからないけどこればかりは主従命令を使ってでもやらせるしかない。俺絶対に勝てないし。ただ懸念もある。ソルテとラル、力ずくで言うことを聞かせたとなったらこの二人がどう出てくるか。ラルはそもそもトールのやり方に関しては反対派。結果的に黙らせたのだから黙認する可能性はある。となるとソルテか、彼女は、ことなかれ主義、それが自分だけなのか、実質的な内部戦闘も含むのかでソルテが俺たちの反対派に回る危険性が高い。約束はソルテからだな。それからトール公約。まずは明日、トールの顔合わせと2体目のエラーだ。男女同じベッドで寝る。それはもういかがわしいことが起きても仕方ないと思うだろう。だが何も起こらない？なぜこいつに女性的魅力を感じない？それはバカでかい胸がついてるさ。多分 F はあるね。だからどうした？女ならいいじゃない？バカ言うな。ベッド恐竜だって知ってるくせに斜めに寝やがって、俺の寝る場所ねえだろうが。なんでだろう。こいつが戦士詐欺だからか。さすがの俺も耐性がついたのか。主様、うるさいし足どけないでよ。呼ばいなら別にいいけどさ。いないよ。足どけないと俺が寝れないだろ。まったく。まあ度胸ないよねー。知ってたけど。もったいないよねー。こんなナイスバディで天使の私を見てて犯せないなんてさ。こいつなんでこんなに自信あるんだよ。天使のくせにデリカシーなさすぎだろ。そうかい。じゃあ俺ヘタレだから定期的に横腹ツンツンするわ。ああヘタレ辛いわー。天使と。うっす。もはや従属いじめだよ。最低、人手なし。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。
見えてねえ。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。